今日は待ちに待った家内の外出日。前からやろうと思ってた美味しいジャム作りを始めたいと思います。何のジャムかというと、はい、これはこちら、これは冷凍してあります。これは去年の夏、一夏かけて積んだものなんですけども、ちょっとこういう赤いのもあります。赤いのと黒いのとちょうど混じり合うととてもいい色になるんですね。冷凍してあるから解凍しないと調理にかかるわけにはいきません。氷が溶けるまで1時間ぐらい待つことになるでしょうか。まあ、その間ちょっとお台所の清掃でもしておきましょうか。準備を万端に整えて、環境を整えないと何事も始められないんですよね。美味しそうに見せるには明るい方が撮影がしやすいかな。それじゃあブラックベリーが溶けるまでに、準備をしておきましょうかね。ここかな、このぐらいはちょうど深さもいいし、これがちょうどいいですね。これを用意して、それからね、ブラックベリーは種が多いから種を起こさなきゃいけないんですよね。次はジャムに欠かせない、お砂糖を用意します。お砂糖、瀬戸の本塩、これ入れたら大変なことになる。お砂糖はやっぱり茶色のよりも白砂糖ですね。白砂糖がいいですよね。この4つで大体全部揃ったかな。まあ、あと出来上がって種をこすためのスプーンがいるかな。あ、そうそう、あと絶対忘れてはならないものはレモンですね。レモン、2、3日前までは絶対置いてあったんだよね。ここに置いてあったからジャムを作ろうと思ったんだけどな。ダメじゃない、スーパーに買いに行かなきゃ。もうこんな時間になっちゃった。10時に始めたのにな。料理なんてこんなもんかな。あ、これはね、ゆず味噌を作るの。これはいつか使います。肝心のものはレモンですね。このレモンが、適度な酸味を加えて、ジャムを美味しくしてくれるわけですね。で、当然防腐剤的な役割も果たして、殺虫効果もあるんでしょうけれども、そんなに長くしまっておかないですぐ食べてしまいますけどね。ちょうどまあパンもなかったからそれでいいや。でも1000円以上買わないと駐車場が無料にならないっていうんで、いろいろ買ってきちゃったんだよね。まあなんて言われるかな。買い物から帰ったらお昼を回っちゃいました。買い物に行っていた時間でちょうどブラックベリーの氷が溶けていい具合ですね。じゃあこのままお昼は食べないで、調理を続けましょうかね。あ、ちょうど溶けてる。綺麗なもんですね。このブラックベリーは去年の7月の下旬ぐらいから9月中旬ぐらいまでですかね、うちの庭で採れたものなんですね。スイッチ入れてなかった。
まあ、最初は少し弱めにしておきましょう。早くもいい香りが漂ってきましたね。こうやっている間に少しずつ汁が出てくるんですよね。でこれを根気よく延々と続けていくことになります。はじめちょろちょろ、中パッパという感じですね。もう少したら強めにしましょう。ほら、こんなに水が出てきましたよ。あ、いい感じですね。いい感じ、いい感じ。もう少しずつこう潰し加減でいっても良さそうですね。スプーンの背中で押しながらかき混ぜましょうかね。そろそろお砂糖の用意しましょうかね。お砂糖は最初から入れるっていう手もあるんですけどね、このぐらいになってから入れると砂糖が馴染みやすいかもしれませんね。じゃあお砂糖入れましょう。お砂糖の袋がお尻の方が開いてるっていうのは他にもうちの奥さんらしいですね。これを入れるわけにはいかないから新しいスプーンで、だいたいまあ大盛り4つぐらい入れてみましょうかね。4つぐらい入れて、まあこれは、好き好きでしょうからね。4つ入れました。で火を少し緩めましょう。中パッパが終わってあとは、弱火で煮詰めていく段階ですね。こんなにたっぷりのジュースが出てきました。まあこれ硬さはお好みですからね。硬いのが好きだったら煮詰める時間を長くするわけですよね。あんまり硬いと種をこせなくなるからほどほどにしておこうかと思います。大体こういうことをやってると大体いいところでテープがなくなっちゃうんですよね。テープ交換しないといけません。焦げないようにかき混ぜてかき混ぜ続ける必要がありますね。スーパー行ったりしてたもんだからレモンを切るのを忘れました。レモンを絞らないといけないですね。これは私の愛用の万能包丁というかナイフですね。実演販売でデパートで売ってたのを買ってきていろいろ重宝に使っています。レモンを半分使いましょう。まあこのレモン汁も多ければ酸っぱくなるわけですけれども、お好みというところですけどね。まあ私はちょっと酸っぱめの方がいいかな。さっきのレモンを切れましょう。よくかき混ぜましょう。かなりトロッとしてきましたね。トロッとしてきた感じ。ああいい香りですね。随分水分が出てきましたね。いいぞいいぞ。だいたいこの辺で、おどくみをするんですよね。どれどれ。うん、あ、いい、おいしいおいしい。
これは美味しいぞ。だいたいジャムはいつ頃できたかというと、ずいぶん古くからある食べ物らしいですよね。旧石器時代の人類はもうジャムみたいのを作っていたとかね。チャムっていうのが語源らしいですね。チャムっていうのはぐちゃぐちゃ噛むっていうような意味なんだそうですよ。押しつぶすだとか詰め込むとかっていう意味もあるみたいなんですよね。日本には16世紀の後半に宣教師がもたらしたというふうに言われてるらしいですね。やっぱりヨーロッパの味ですよね。日本にはこういうものはないですね。16世紀の後半にもたらされたジャムは多分新しいもの好きの、織田信長あたりも口にしたかもしれないですね。まあ、日本人が食べれるようになったのは大体明治の頃かららしいですよね。やっぱりパンなんかを食べるようになってからなんでしょうね。だいぶ粘りが出てきました。このぐらいでもいいかな。これ以上煮詰めると多分種がこしにくくなると思うんで、この辺で止めましょうかね。あ、ちょうどいい粘りですね。ちょうどいいですね。それでは、これを金網に入れてこします。種をこします。やっぱりちょっと硬いかな。やっぱり硬いけれども私好みの硬さのジャムですね。こんな感じです。さあ、うまくこせるかな。これは相当時間かかるんですよね。ブラックベリーはね、種がすごく多くってとても食べられたものじゃないですね。やっぱりかなり硬いですね。金網を通らないかな。あとはもう忍耐です。で、結構こんな風にやってるとほとんど種ばっかりなんで、やっぱり今日はねもう少し柔らかく作ろうと思ったけれども、撮影をしている間にどんどん時間が経っちゃって結構硬いジャムになっちゃいましたね。でも、ほら、結構取れてますでしょう。ほら、もうだいたい種の方が多くなってきた感じでしょう。ほら、もうほとんど種という感じになりましたよね。こんなことやってると、またあと2、3日手が痛いんですよね。ほら、もうほとんど種のペーストになっちゃいました。ほら、たくさん取れてるでしょ。ちょっと暗くて見えないかな。ほら、これ全部ジャム。ほら、これが種ですよね。それで出来上がったジャムがこちら。結構な量でしょ。万歳。まあ、そういうことでめでたしめでたしなんですけれども、この後が実は大変です。奥さんが帰ってきても何事もなかったように元通りにしておかないと大変なことになっちゃうんですよね。さあ、これでどうにかアリバイ作りができました。成果品こちらです。終了時間はちょうど午後2時。朝10時に始めて4時間かかりました。
スーパーへ行ったりする時間も入れて4時間。それではやっぱり試食をする必要がありますね。ちょうどお腹が空いた時間ですのでね、1枚食べてみましょう。2分くらいかな。はい、よく焼けました。おいしそう。贅沢にたっぷりつけましょうかね。とっても綺麗な色ですね。うん、本当に美味しいですよ。なかなか、ちょっと酸味も強いですけれどもね、私の好みなんですけども、美味しいです。この世のものと思えない味がします。最高でした。4時間がかりのブラックベリージャム作りがようやく終わりました。たったこんな小さい一瓶のジャムなんですけれども、まあ奥さんに言わせると、あなたはそれを作ってればそれだけでいいんだから、私たちはもう朝から晩までもっともっとやることがいっぱいあるのよということなんですよね。全くその通りですね。まあこれが男の趣味というか道楽とかっていうことなんでしょうか。でもまあ1日4時間好き勝手にしてジャムをたった1個作る、これって結構贅沢なことじゃないでしょうかね。じゃあそれではお父さんが心を込めて作ってくれたブラックベリーのジャムです。いただきます。じゃあ後で感想を聞きます。うん、ちょうどお腹空いてるからね。ちょっと酸っぱかったかな。うん、でも美味しい。美味しい。うん、美味しい。美味しい。美味しい。うん、美味しい。上手に、上手にできました。とっても美味しいです。ということです。よかったですね。来年もまた作ってください。来年また作ってください。